自分が食べて美味しいものを作りたいので、とりあえず外観はまあ大事ですけど、僕はちょっと味を意識して作るようにはしてます。グルタミン酸とかアスパラギン酸とかっていう酸があるんですけど、それを増やすように、酸っぱい酸じゃなくて、こうコクというかこの旨味を増やすように。指導員の方にですね、このやっぱりダニとかっていうのはちょっと見えないのがいるんですけど、それをちょっとこう一緒に見つけていただいたりとか、気がついたら教えていただいたりして、協力して栽培してます。小夏っていうだけあって、小さいのが美味しいと思うんですよね、高知のやつって。その小さいのの中にこうギュッと旨味を詰めるように、はい。